開始。お願いします。相手の得意戦法は台振り持久戦三間飛車とのことなんで、もう台振り持久戦やらしてあげますよ。もうここまでノーマルな三間飛車やっといて持久戦しないなんて選択肢は相手にはございませんからね。片身の囲い、左身のやる、いやそうでもない、身の囲い、あれそっか、相手に持久戦が得意と思わせておいて急戦をやっていこうという、そういうコンタルですかね。あーなるほど、でも取るよこれ、これも、あこれ取る、取ってよって、いや取りますよこれ、なんか問題あんのこれ、角交換して同銀で何かあるんですか、これ何かあんのこれこれで何もないと、これ跳ねられたところで何か問題あるのかな、これ跳ね、これ平凡にこうやってこうやってこうやってこうやっちゃったら、これ跳ねる一手で銀をまあ上がるのかな、でこれ8六歩はもう7三歩成りで、あーなるほど、だけどこれ寄る手と取るとこうやってこうやって、逃げてこうやるとこうなって、取るか取るか、8六歩はもう、逃げて、あ、そっか、そこで桂馬取って同銀にっていうことですかね。でも一応これなくて、まあ、一応理由はできるんですけど、ちょっと5六の馬の形があれなんですかね。まあぶつけるのが普通、まあこれは香車取るべきだろう、これ同金理由だと同銀で引き締まってしまいますから、でこれはねそんなに厳しいのかというのはよくわからないんですけど、まあ銀を引いておこうか、これで竜を遮断しつつの、1分30秒6六に桂馬打ってくる、あでも角ではいいのか、これでいいか、これさすがに竜を取ら、嘘、そんな攻めあんの何その手、これ逃げると桂馬打つか、でも取りますね、敵に上がると、こっち6一に飛車打ちたかったんですけど、3九角でちょっと嫌な形だったりするんですけど、これ厳しくない、これ時間の差はあるんですけど、この馬は要ですからね、かといって4一の金も要なので、相手三段なんですけど、あれあれ三段にしてはなんてこと言っちゃいけないか、やっぱりね、やっぱり動画を作ってるからにはね、発言にも、いや視聴者の顔色を伺う必要はありませんが、やはりね将棋をやってくれる相手の顔色は多少伺う必要があるかもしれないですね。やはりね将棋というのはね礼儀が大事ですから、やはりね将棋をやっ、何これ、ああ王手飛車をかけちゃおうっていう、そういうことですか、そういう時は歩でね桂馬でもいいか、やったらなんか変かなこれ、まあ取るしかない、こうやって、まあ、銀に当たってる、あるいは5三の地点にも、まあ一回、ああ固められてんのか、でこれ6九に飛車打たれちゃってあんまり意味なかったか、いややっぱり負けなのかこれ結局局面的にはいいけれど、あこれ香車使ったのがまずかったな、局面的にははっきりいいんですが、角2枚持ってますからね、あとは淡々とやるしかないかな、これ金抜きはいいんじゃないの、30秒、ちょっとやっぱりね、その序盤で時間を使ってしまったのが当たってるわけなんですね、これね。あ、これ1六歩は同金でいいか。同金、うん、同金かな。
こうやったら、これはあの桂馬を無力させる手筋といいますかですね。20秒。まあこうやっちゃっていいだろう。で強者走ったら歩で受けて、なんそれ取るよ。ちょっとなんかクリックがなんか遅くてさ、これはあでもなられちゃうか。あれなんか変だな、なんか変ですよ局面が。あれなんか良かったはずの局面はいつの間にか悪くなってるのかな。10秒。あこれ17歩が厳しいのか、まずいなこれ。あこれまずい。あーかん、負けかよ。ええうかな。あーまずい、なんだよこれ。絶対これ美味しい将棋じゃった。勝利はすぐそこじゃ。やはりこれ5球に強者使ったのが良くなかったな。これ5球をさ金と打ってさ、強者をなんか残しておいた方が良かったですね。まあでもまあでもね、うん、そうですね。今日さファミリーマートっていうコンビニエンスストアに行ったんですよ。ファミリーマートというねコンビニエンスストアがですね、日本には結構全国各地にあるんですけど、この前さユニーグループとファミリーマートが合併して一つの会社になったんですね。で、あのユニーグループで発行されていたなんかユニーの商品券がファミリーマートでもう使えるようになったってホームページで書いてあったんですよ。じゃあ使ってやろうじゃねえかって言って、わざわざ金券屋に行ってユニーの商品券を買ってですね、それを持ってファミリーメイトにね、あの頼もうって感じで乗り込んでいって、うまい棒をですねレジにバーンと叩いて、叩きつけて、その、はい、10円になりますっていう時に、それでパシッとね、ごめんなさい、叩きつけるのは、あの、商品券の方であって、うまい棒はさ、叩きつけちゃダメですよね、その、うまい棒はそっとね、差し出して、はい、10円ですって時に、ユニーグループ商品券をどうだ、使ってやるぜって感じでバシッとね、あの、叩きつけてやったわけなんですけど、まあ、予想通り店員さんは首をかしげて、これはすいません、これ使えませんっていう風に言うんですよ。いやいやいや、使えない、使えるっていう風にホームページにも書かれてますし、そのなんかコンビニのさレジのところになんかそのなんていうのかな、客に向けて広告を案内するようななんか画面っていうかテレビっていうかなんか液晶画面みたいなのがあるじゃないですか。あれのところにさユニーグループ商品券使えるようになりましたってなんか表示が出るんですよ。だからいやいやいや、あのユニーグループ商品券使えますってさ書いてあるじゃないですか、あの使えるようになりましたって言ってるじゃないですかって言ったんですよ。そしたらすいません、ちょっと少々お待ちくださいって言ってなんか別の店員になんか聞きに行ったんですよ。でその別の店員がね駆けつけてきたんですけど、その人もなんかレジでピッピッとかなんかやってて、なんかちょっと使えないっていうかレジが受け付けないっていうか操作がよくわかんないんですよねとか言って、なんかジョーもちょっと今は使えないみたいなんですけどとかその店員さんも言うんで、いやそんなこと言ったってそのファミリーマートのホームページにユニーグループの商品券使えるようになりましたってさ書いてあるじゃないですかって、じゃあそれは間違いなんですかって聞いたんですよ。でそしたら、あすいませんちょっとあの今店長が不在なんでちょっと店長に電話で確認してみますので、もう少々お待ちいただけますか、すいませんっていうふうに、あ分かりましたね。でまあそれで3分ぐらい経って、店員さん戻ってきたんですよ。そしたら店員さんがちょっとあの店長がちょっと連絡取れなくて、じゃあまあ今回はちょっと、まあ、とりあえず現金で受けしたということでお釣りお返しいたしますので、まあそれでまあよろしいでしょうかみたいな、そういうふうに言われて、じゃあいいですよって言って、まあ1000円のね商品券で10円のうまい棒を買ってですね、990円のお釣りもらったわけなんですけど、そのなんていうのかなその一悶着でもう7、8分ぐらいかかってるわけですよ。
こういう状況なんですね、でやっぱりまあ想像通る通りとはいえ、やっぱりそのファミリーマートの、ね、会社がそのユニグループ商品券使えるようになりましたって本部がそういうふうに発表しても、その情報というのはなかなかその一つ一つのお店に伝わってないし、仮に伝わったとしても そこで実際に現場で働いているアルバイトの人たちに全然伝わってないっていうか、そんな状況ですよ、で懲りもせずにですね、もう一店舗行ったんですよ私は、他のお店ではどうなんだろうと思ってもう一回行ったんですよ他のお店にね。そしたらそのファミリーマートでもやっぱりね、最初のアルバイトの人はこれはちょっと使えないですね、だって県にそのピアゴ、アピタ、サークル K、サンクスっていうふうに書かれてるけどファミリーマートは書いてないんで、これはうちでは使えませんってなんか断言したんで、いやいやいや、だから合併したから使えるようになりましたっていうふうにホームページで書いてるじゃないですかってさっきと同じような説明したんですよ。そしたらさ、そのさアルバイトの人なんて言ったと思います？いや、あの会社は合併したけどお店は合併してないとか言うんですよ。アホかって思いましたけどね。なのにファミリーマートとそのユニーグループが合併したんだけどお店は合併してないからユニーグループ商品券が使えないってさ、なんだそれって。会社がその何なんだそのよく分かんない理屈だと思ったんですけどね。じゃあ何、そのファミリーマートのお店っていうのはさ、ファミリーマートって会社とは別に勝手にやってるだけなんですかね。ファミリーマートのさ、あの共通デザインのあの看板を出しておきながら、実はファミリーマートっていうのグループとは全く関係ないコンビニエンスストアだったでしょうかね。なはずはないと思うんですけど、まあそれでその人もさ、その人に対してもいやそんなはずはないじゃないかって粘ってたら、少々お待ちくださいって言って、まあ別の店員さんの方に行ったんですよ。でもその別の店員さんも分からなくて、やっぱり結局さ、店長に電話して確認しますって言うんですね、ではちょっとお待ちいただけますかって言うんで、あ、お待ちますよって、それで店長に電話したんだけど、その店長、すいませんちょっと店長に連絡したんですが、ちょっと店長がですね、本部からの連絡は来てないのでちょっと今のところ分からないっていう風に言うんですよ。ちょっと申し訳ないんですが、ちょっと現時点ではなんか使えうちではちょっと申し訳ないんですけど使えないんですよねって言うんで、しょうがないからそのうまい棒をさ買うのやめましたよ、うまい棒でしょうがないから現金で買えますっていう選択肢はないですからね。でさらにですね、証拠でもなくもう1店舗私は行きました。もう1店舗行ったんですよ。でそこでどうなったと思います？やっぱり同じですよ。やっぱりバイトの人は全然分かってない。商品券出したら、いやこれはちょっとなんか使えないと思うんですけど、そもそもお釣りが出ないんですけどって言うんですよ。その10円、まずさ、その商品券を使ったとしてもお釣りが出ないから10円のうまい棒なんか買うなっていう、そういうルールになってたとしたら非常に簡単じゃないですか。つまりその商品券が、ユニグループの商品券がファミマで使えるかどうかっていうのはともかくとして、そもそもお釣りは出ないんだってことにしてしまえばそれでまず解決しちゃうんですけど、残念ながらお釣り出るんですよ。しかもさ、皆さん商品券とか使ったことありますかね？使わない人は全然使わないと思うんですけど、JCB ギフトカードとか、UC ギフトカードとか、そういう全国共通で使えるギフト券って言われるものは、券の裏返してみると、この券はお釣りが出ませんので、額面以上でご利用くださいって書いてあるんですよ。基本的にそういう商品券っていうのは、お釣りが出ないっていう、出ない場合は出ませんって書いてあるんですよ。で、お釣りが出ないって書いてなければ出るっていうのが原則なんですよね。そうなんですよ。だけどユニグループの商品券の場合、非常に親切にお釣りが出ますって書いてあるんですよ。だからいやいやいや、お釣り出るし、ユニグループの商品券がファミマで使えるって聞いてますからっていう風にね言ったんですよ。そしたら、まあ、そのねファミリーマートにはですね、まあ、運がいいことに店長さんがなんかいたんですね、その時にね。でそれでその店長さんが登場して、あ、これはねお釣り出ます、すいません失礼しましたってね、お釣りも出るし
そのうちの商品券うちのお店で使えますのでね、はい使えますって言って、ちゃんとねあのお釣りも返してくれて、あのうまい棒を手に入れることができて、でその場でねそのアルバイトの人にねこれはですねこうやってね受け取ったらお釣り出るんですよって、それでそ受け取った商品券はねこうやってねスタンプを押してここの辺にしまっといてくださいとか、なんかちゃんとねその商品券の扱い方についてねその場でその説明してましたね。まあこんな風にですね今の現状ではそのファミリーマートにユニグループ商品券を使ったとしてもスムーズに使うことはできないんですよね。だけど私はこれからもバンバン使っていきますからね。だってファミリーマートの本部がさ使えますって発表してるんだから使いますよ、うん、もうこれからもファミマを見かけたらねよっしゃここも行きやれって感じで、もう次から次へとユニグループ商品券を押し付けていきますんでね、皆さんファミリーマートをねやってる皆さん、ファミリーマートで働いてるバイトの皆さんね覚悟してくださいよ。でさファミリーマートでユニグループ商品券を使おうとすると店員さんが戸惑ってしまって時間がかかってしまうというこの現実、皆さんどう思いますかね。いやどう思うかっていうのはつまりねこういうことなんですよ。例えばね友達同士で友達さまあ 2、3人か3、4人か4、5人かなんかでちょっとファミリーマート行こうぜっていう話をしてファミリーマート行きましたと。で、A 君 B 君 C 君そして私の4人でファミリーマート行きましたと。 A 君は、牛乳を買いました。もちろん現金で買いました。 B 君は菓子パンを、買いました。やはり現金を使いました。で C 君はアイスクリームを買いました。しかしクオカードを使いました。でまあ3人ともスムーズにお会計を済ませることができました。そこで私がさチャンパーンとねこう財布からこの輝しき儀式商品券を見ろって感じでユニグループ商品券をパーンと叩き出してうまい棒を買おうとしました。そしたら店員さんが戸惑ってしまって、なかなかお会計が終わりません。A 君 B 君 C 君はとっくに買い物を済ませて待ってるというのに私一人がなかなか店員さんの対応がうまくいかずになかなか買い物が終わりませんと。その時 A 君 B 君 C 君はどう思うかっていうそういう話なんですよね。この店舗はね教育はなってねってね、ちゃんとアルバイトの人にもちゃんと商品券の説明しとけよってね、なんだこのお店はひどいお店だ、もうちょっとちゃんとやれって思わなきゃいけないはずなんですよ、そうでしょ。だってファミリーマートでは使えますって言ってるんだからそれをちゃんと隅々までその情報を伝達してちゃんとその通りにスムーズに会計、だってコンビニエンスストアって便利なお店って意味ですからささっと会計が済ませられなければ意味がないわけでしょ。だからちゃんとその辺アルバイトといえどでも家でもそのくらいのことがちゃんとできるようにやっぱりちゃんとさ店長の方から説明をさしておかないといけないはずなんですけど、それがうまくできてないってことじゃないですかね。その辺はちょっとさちょっとこのお店ちょっともっとしっかりしろよっていう憤慨を感じなければいけないはずなんですが、ただ現実的にはそうはほとんどの人はそうは思わないんですよね。なんだよ歩き人さめんどくさい買い物の仕方しやがって、で10円玉ポンとさ放り出せばさそれで済む話をさ、なんでわざわざさめんどくさい商品券なんか使ってさって思うのが割と普通なんですよね。それがいけないっていう話なんですよ。それが本当に言いたかったことなんですよね、確かにアルバイトしてる人から見れば商品券出してくるお客さんなんてほとんどいないから、まあ別になんていうのかな、その対応っていうのはそんなに優先順位高くないわけですよ、だって商品券のこと知らなかったとしても大抵の場合はスムーズにお会計できますもん、だからその商品券を出してくるっていうのは別にルール上問題ないことだし、当然商品券を出してくるお客さんのことを対応できなきゃいけないんだけども、でもいけないはずなんだけども、でもできない人でもなんとかなっちゃってるし、まあ、そういう現状から照らし合わせると私みたいなお客さんってめんどくさい客っていうそういう話になっちゃったりするわけですよね。それがいけないと思うんですよね。やっぱりちゃんとさルールにのっとって
ね、やんなきゃいけないと思いますけどね。あとファミリーマートに限った話じゃないんですけど、コンビニエンスストアで買い物した時にレシートくれない店員さんっているんですよ。いますよね。あの、はい、それでは340円のお釣りでございます、はい、ありがとうございましたって時にちゃんとレシートを渡しながらお釣り渡すっていうか、まあ、お釣りがなかったとしてもレシート渡すっていうのはこれもう基本中の基本じゃないですか。それやらない店員さん多すぎますよ、うん、多分あれも要するに多数派のお客さんに対応するすればいいじゃんっていう、そういう話でしょ。ちゃんとさ、その、あのアルバイトに入った時にちゃんと店長さんの方からそのお客さんにはレシート渡してくださいねっていう説明っていうのはしてると思うんですよ。だから最初のうちはちゃんとレシート渡すんだけど、でもほとんどのお客さんがさレシート捨てちゃうじゃないですか。で、ああいけませんいけませんってさ、レシート渡そうとしてもあそんなの紙っきりいらねえよっていう感じで拒絶するお客さんやっぱり多いわけですよね。だからまあ実際レシートをあの捨てるためのなんかゴミ箱みたいなものがあの置かれてたりよくとかしますけども、でもまあ基本的にまあ10人中やっぱり9人ぐらいがさレシート持って帰んないんだと思いますよ、うん、でそういう現実を目の当たりにした時にじゃあもうレシート渡さなくてもいいじゃんね、レシートくださいって言われた時だけレシート渡したらいいじゃんっていう風な発想に落ち着くっていうのはある意味自然なことかもしれませんけど、でもさそれがね細かいことなんですけど私は、ね、すごく気になるんですよね。つまりそのちゃんとしたルールがね設定されてるにもかかわらず、要するに多数派がルールをねじ曲げてしまう、別にねじ曲げてるお客さんがねじ曲げてるわけじゃないんですけど、なんていうのかな、だからねじ曲げられてるわけですよね。本当は レシート渡さなきゃいけないのにレシートを欲しがらないお客さんが多いっていう現実に合わせちゃうっていうのかな。それってさどうなんだろうな。実際そのなんていうのレシートくださいって言ってもなんかあれあれあれとかなんか言ってさ、あれどれだっけとか言ってさ、なんかそのレシートたくさんこのレジからたくさん出てくるのにそのなんて溜めっぱなしなんですよ。レシートいらないっていうお客さんのレシートを捨てればいいわけなんですけど、そのもうレシート受け取らないのが当たり前だから、もうレシートどんどん溜まっちゃって、もう全部まとめて捨てちゃえばいいやって、そういう感じでもうお客さんはもうレシートなんかいらないと思ってるのはもう大前提のようにさレジ打ってるっていうのはさ、どうなんだろうなって思いますけどね。それ細かいことだって思いますよ。すごく細かくてその日本の諸問題ってね、日本のこれから、日本の少子化、そして地方の過疎化、そして、なんだ、ね、地方の過疎化と、過疎が進んでるにもかかわらずよくわからない道路を作りまくってる現状とかね、そういう大きな問題と比べればコンビニエンスストアのさアルバイト店員がさ、レシート渡そうとしないとか、そんなのは、まあ、正直どうでもいい話かもしれないけど、だけどそのなんていうのかな、その慣習がルールを潰してしまう状況っていうのかな、それって非常にこうね私は不愉快だし、ちゃんと仕事をしろよって言いたいわけなんですけどね。でもさコンビニ以外だとそういうことはまずないですよね。コンビニだけですよ、うん、コンビニエンスストアはさやっぱりいい加減ですよね。やっぱりコンビニは手軽なせいでさ、やっぱりその店員 の仕事もやっぱり手軽ですよね。だってスーパーマーケット、皆さんスーパー行きますよね。私はコンビニはそのうまい棒とかそういう駄菓子を買うときぐらいしか行かないんですけど、お弁当とか買わないですかね。お弁当を買うのはいつもスーパーですから、でスーパーとか行ったときにスーパーでレシートを渡さない店員さんなんてまずいないですよ、うん、声優とかイトーヨーカドーとか行ってさ、皆さんも行くでしょ、行きますよね。その時にレシートをくださいって言わないとレシートくれない店員なんかいないでしょ、いないですよね。やっぱりその辺はやっぱりさお店の格の違いっていうのはやっぱありますよね。だからそのね、なんかね、でデパートとかになるとさ、デパートっていうの伊勢丹とかさ、東急百貨店とかさ、京王百貨店とか、まあいろいろありますけど、百貨店とかのああいうのになってくると、なんていうのかな、そのお釣りの返し方っていうか、その札の、お札の返し方、
小銭の渡し方って一つ一つまでさ非常にこう上品にやってますよね。私はですね非常に商品券が大好きなんで、例えば三越の商品券を使ってですね、三越の商品券を金券屋さんで1万円券をですね9900円で売ってるのを買って三越に行って100円のお菓子を買ったりするんですね。そうすると9900円の釣りが返ってくるんで、まあ実質的にはタダでお菓子がもらえるというね、まあ、そういう話なわけなんですけど、で1万円お預かりいたしましたので9900円のお返しですって時に、その百貨店の店員さんっていうのはそのお札をですね、お札をなんか扇のように、なんかプロ棋士が使う扇のようにこうひゅっ、なんかクジャクっていうの、なんか扇状にこう広げて、その上になってるかな、すごく貴婦人のごとく小銭をチャラチャラチャラっとこう流し込んでですね、その間にこうレシートをシュッと挟んでそれで渡すんですよ。要するにお客さんにもう一目でそのお釣りの、ね、額が正しいってことが確認できるように、あの広げた形でこう渡す、必ずそうするんですよ。非常にこう百貨店っていうのは、まあ、デパートっていうのかな、非常にこうお釣りの返し方一つとっても非常にこうマニュアルが厳しいというか、百貨店ってすごいなんかさ店員さんの教育厳しそうですよね。なんかその店員さんがこう立ってそのお客さんを待ってる時にも、あーなかなか客来ねえな、暇だなみたいな、そんな感じでつまんなそうな顔をしてる、その一瞬があなたアウトっていうね、なんかそんな感じですよね。つまり常にこう静かな微笑み、モナリザのような微笑みを浮かべて、お客様をお待ちしなければいけませんよみたいな、なんかそういうさ厳しい教育がなされてるんじゃないかなと思うんですよね。私なんかさデパートの店員なんか、1日たりとも無理だなと思いますよ。デパートのさ店員なんかさやろうと思ったらさ、もう社内教育とかいうの場でさ、もうすでにさ君さちょっと向かないからさもうやめなさいって言われますよね。まあ、そういう自分がそのね、コンビニの店員のいい加減にさにちょっと今怒ってるんですけどね。第一さ、その商売っていうか売買契約っていうのかな、何かその売り買いっていうその取引をしたら、そのいくら受け取りましたよっていう領収書をねちゃんと相手に渡すっていうのはさ、これさ取引の基本ですからね。いくらうまい棒1本だろうとお弁当1つだろうがコンビニエンスストアだろうが、それをさやっぱり一つ一つのさ買い物1つだけでもさ一応売るものを売って買うっていうさ一つの取引なんだっていうさ、そういうちょ基本をちょっと抑えてほしいなとね。だからファミリーマートでお釣り出さない件に関して、お釣りじゃないや、そのユニグループ商品券をなんか理解しない店員に関しても、それはもうね、なんていうの、伝達がまだなんていうの、行き届いてないせいだと思いますよ。だから今後ね、そのしっかりそのちゃんと説明が行き届いて、ユニグループがねスムーズに使えるようになることをですね期待したいなという、まあそういうお話なんですけどね。あとそれからさ話変わっちゃうんですけど、まあ、この話はちょっと歩行動画で話すべきことかな。皆さんバスとか普段乗りますかね。田舎のバスってさよくありがちなんですけど、バスってさ基本的に運転手がこう放送案内をさボタン一つでポンと鳴らすじゃないですか。つまりで発車しますよね。それでピンポンって鳴らすわけよ。まあ、例えば岩手県交通のバスの場合こんな感じなんですよ。お待たせいたしました、毎度ご乗車ありがとうございます、この車は朝岸学校前、山岸小学校前を経由いたしまして盛岡バスセンターまで参ります。次は上小貝沢です。銭掛から愛宕橋までの区間はフリー乗降区間となっておりますので、停留所以外でも乗降できます。お降りの方はお早めに運転手までお知らせください。次は下小貝沢です。そういう感じで上小貝沢っていうバス停を過ぎたら、運転手がピンポンってこうボタンを押すことによって次は下小貝沢ですっていう風にそう
放送が流れてくるわけじゃないですか。だけどそういう風にちゃんとね業務をこなしてる運転手さんならいいんですが、たまにさ田舎のさ運転手でさひどい人がいるんですよ。お客さんが少なくてさいつも常連さんばかりだからっていうんでさ放送案内サボったりする人いませんか、皆さんの地元にいませんか。いや、いないと言うんだったらそれはいいんですけども、要するに、流さないんですよ、うん、ピンポン、次は上小貝沢っていう、その上小貝、次は上小貝沢ですっていうその表示を流したままずっとさ、2つも3つも4つも5つもずっとバス停過ぎても一切さ、その放送案内流さずに、ふんふん、次は上の橋です。まあ、上の橋っていうのは盛岡バスセンターまでもうかなり近いところにあるんですけど、盛岡市の市街地にあるんですけど、次は上の橋ですって言ってやっとさチャテルン、次はテルン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 、はい次は上の橋ですみたいな感じで、しょうがねえなっていう感じで、放送案内をね流すっていうかさ、なんかそういう風にね放送案内をさしなきゃいけないところをサボる、しかもそれわざとやる人がいるんですよね、うん、別にそのちょっとあ間違ってちょっとバス停過ぎちゃったから2つ分ちょっとまとめてとかそういうんじゃなくて、もう完全にもう最初からもうサボりまくりなんですよ、うん、でも大抵の場合は地元の人ばっかりだから別に車窓を見てれば次のバス停ってわかるし、その運転手さんもあこの人はここに住んでるから朝霧市学校前で降りるんでしょとかね、あこの人は、ね、盛岡バスセンターまで行くんだろうなとかね知ってるから、大抵の場合は実害はないんですが、でもさそういうことやってたら非常に信頼感を失いますよねって話なんですよ。で私みたいなよそ者が乗ってたらもう分かんないですもんね。でそういう時は私は次何とかで降りたいんですけどってね運転手さんに言うんですよ、口でしょうがないから。そうすると運転手さんあーとか言ってめんどくさい顔してさ、うん、そういうさその業務の怠慢っていうのかな、そういうのちょっとやめてもらいたいですけどね。大抵の場合は業務ちょっとサボってもいい、ちょっとなんていうのか、大抵の場合は 99% この仕事サボっちゃっても問題ないんだけど、ただでもたまに来る面倒な客ね、何にもルール違反なんかしないですよ、ルール違反してないんだけど面倒なお客さんが来ちゃうと大変困ったことになるけど、大抵の場合はサボっても大丈夫だっていうさ、仕事をさサボるんじゃねえよこの野郎っていうね、そういう話、うん、ちゃんとでルールにのっとってちゃんとね仕事してくださいっていう、そういうだけのことですよ。別に何人もね変なこと主張してないですよ。ちゃんとコンビニ店員はコンビニ店員やってください、バスの運転手はちゃんとバスの運転手やってくださいって言ってるだけのことで、何にもね変な、何にもその過剰な要求はしてないんですね、大変常識的な、主張をしてるだけです。はい、そんなところです。ありがとうございました。